宗谷北線運輸営業所は、北海道名寄市東一条南六丁目に存在した北海道旅客鉄道旭川支社の組織である、宗谷本線北部を統括した。2017年4月1日付で大幅に組織が縮小された。所長は、名寄駅長、名寄地区駅長が兼務する、宗谷本線長山南稚内間の列車運行管理を行った。 宗谷線を担当する運転士が所属していた。なお、2004年3月改正までは、稚内運転区の名残で、南稚内駅所属の運転士が配置されていたが、合理化により統合された。所属車両発足時にキハ53型500番台が、当初の配置とされたが、1993年3月から4月に、かけ、キハ54型500番台7両が、 朝日川運転所から転属し、置き換えられた。車体への所属表記は一部文献では、そうとされていたが、実際の車体表記は、朝日川運転所を示す、朝日朝のままで、引き続き朝日川運転所を拠点に運用していた。その後、2007年に507が、釧路運輸車両所へ転属したかは、変化がなく、2016年4月1日時点で、 六両が所属していたが、同年11月11日付で508が、釧路運輸車両所へ、509から513が2017年3月4日付で、旭川運転所へ転属し、配置車両が消滅した。配置当時は、基本的に、宗谷本線内の限定運用とされ、名寄北の沿線地域の各市町村の広報誌が置かれていた。ありがとうございます。